マルク・ベルジュバンは、カナダ・ケベック州出身の元アイスホッケー選手、指導者、ゼネラルマネージャー。現在は、モントリオール・カナディアンズの、ゼネラルマネージャーを務めている。フランス語メディアでは、マルク・ベルジュバン、英語メディアでは、マーク・バージェビンとも呼ばれる。1978年に開催された U13、ケベック国際ホッケー大会に出場。この時のチームメイトには後に、 NHL でプレーするマリオルミューや JJ デニョーラがいた。ジュニア時代はケベックメジャージュニアホッケーリーグのシクーティミサグネアンに所属。1983年に行われた NHL ドラフトでシカゴブラックホークスから30名で指名を受け、1984年に NHL 初出場を果たした。以降5年間シカゴでプレーした後、1988年に ニューヨークアイランダーズに移籍。1991年はシーズン前にハートフォードホエーラーズへの移籍が決定。7ゴール、17アシストの合計24ポイントでキャリアハイを記録した。翌1992年にはエクスパンションで新設されたタンパベイライトニングと契約。1994年の世界選手権ではカナダ代表に選ばれ。 金メダルを獲得している。タンパベイには3シーズン所属し、その後、デトロイト・レッド・ウィングス、セントルイス・ブルース、ピッツバーグ・ペンギンズ、バンクーバー・カナックスでプレー。NHL では、計1191試合に出場した。タンパベイ・ライトニング及びセントルイス・ブルース所属時には、オルタネート・キャプテンを務めていた時期がある。引退後は、シカゴ・ブラック・ホークスのスカウト部門に入職し、 2008年からはアシスタントコーチを務めた。2011年6月、ブラックホークスのアシスタントゼネラルマネージャーに昇格。当時同職を務めていたケビン・シェベルデオフが、ウィニペグジェッツの GM に就任したため、その後任としてベルジュバンが就任した。2012年5月2日、モントリオール・カナディアンズのゼネラルマネージャーに就任。2013-14シーズンには、 最優秀、ゼネラルマネージャー賞の投票で2位にランキングされた。ありがとうございます。